ンボルト情報局。はい、皆さんこんばんは。さっさーん、めぐちさん。はい、今日は女子力高めでいきたいと思います。はい、頑張るた情報局第42回放送始まりました。はい、この番組は2022年7月28日、もうすぐだね。もうすぐですよ。ね。に発売予定のアームドブルーガンバルトギブスの最新情報をお届けしたり、素敵なゲストをお迎えして楽しく盛り上がろうっていう番組になります。はい。ちょっと待って、みんな今日の最新情報はオーマイガーだよね。いやー、てんこ盛りですよ。もうびっくり。今日もやばいですよ。自己紹介してなかった？あ、ちょ。はい、私の歌が、あなたを守る、アームドブルーガンボルトギブスでモルフォを演じてます桜川めぐです。そして裏役も所属、戦巫女がキリン、行くよ。はい、アームドブルーガンボルトギブスでキリンを演じています笹原優です。お願いします。さっさん、はい、ゆさん、もう本当にマブマブです。マブです。もうね、あの、もうなんて言ったらいいんだろう、めぐさんのものを、あ、めぐさんこれ借ります、普通。めぐさんそれ違いますよとか言って。じゃあ先行くね。あい。あ、今のおかけおかけみたいなレベルですね。嬉しい。もう今日も楽しく行きたいところなんですけれども、はい、天の声さんもおります。アームドブルーガンボルトシリーズのディレクター務められています、はい、津田さん。はい、皆さんこんばんは。ガンボルトシリーズのディレクターを務めてます、津田です。津田さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやー、あいつだ。ありましたね。インティクリエイツさんにはこちらガンボルト情報局だけじゃなく、会社の偉いお二方がやられている番組、この前ね、ね、やられてましたね。ゴールデンウィーク中やられてましたが、はい、なんか重要なことポロッと言っててびっくりした。なんか大丈夫でしたか。ね、いいんですか、私たちが言う前にとか。ね、でも答え合わせが今日できそうな気も、いや、そうなんですよ、していくような気もしつつ、なんで女子力高めなんですか、さっさ今日。いやー、なんでしょう、女子力高めなんですよ。なんで立館さん、立館さんは今ちょっと築地で、築地でなんか板前さんをやってます。やってるかな。板前さんをやってるね、築地の方はリアルなんだよ。そうなんですよね、舞台に立たれているのでね、はい、そうなんです。もしかしたら見に行ってる方もいるかもしれませんね。はい、アーカイブで今見ててね。ね、そうかもね。さて、はい、最近の目口とさっさなんだけど、はい、目口はですね、4月28日に電撃ゲームライブさんに出演させていただきまして、 それこそあいつだに出演されている、うん、アイズさん、津田さん、お二人と一緒に出演してまいりましたよ。そうなんですよ。ガンボルトの情報がね、どんどんギブス情報が解禁されていくというところで、はい、そうなんですよ。楽しみにしといてね、今日もね、みんな。いや、今日はね、なんとね、うん、ゲストさんがね。そっか、早う行かないとなの。そうなんです。オーマイガー。ちょっと待って、この番組はですね、ニコニコ生放送 YouTube ライブでご覧いただけて、あの、それぞれのどっちもコメントも見れるようになってるから。そうです。そう、見えます、見えてます。ゲストの方をもうバッキバキに、バッキバキにコメントでいじっていただけたらと思いますよ。そうですね、はい、どん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 ですよ。はい、もう初めての生放送らしいもんね。そうなんですよ、ね、ゲストさん実は今日が初めてなんですって。記念すべき回ですよ。皆さん、お優しく、はい、お優しく、はい、お願いします、はい、ということで最後までお付き合いよろしくお願いいたします。この番組はブラックバッチのことをビッグボスだと勘違いしている日ハム寄りの会社インティークリエイツの提供でお送りします。ね、襟が高い。そうそう、襟が高いね。 BB、 ビッグバッチの BB ってね、 BB だからビッグボスかもしれない。もしかしたら襟が高いかもしれない。かもしれない。そういう登場かもしれない。オーマイガー。じゃあ早速ガンボルトシリーズについて紹介していこうかね、はい、うんうん、いきましょう。はい、来撃の能力のブロマン、あー、これは電波障害か、やばいやばい。一貫さん。オーマイガー、オーマイガー。許して許して。さあ
撮り直して、始まりました。モルドシリーズ振り返っていきましょう、はい、雷撃の能力者。ガンボルトの活躍を描いたシリーズ1作目アームドブルーガンボルトはハイスピードの疾走感と雷撃輪によって敵を撃破する爽快感が楽しめる本格派の横スクロール 2D アクションゲームです、うん、その続編アームドブルーガンボルト爽爪と書いて爽と読みますよ。そうなんです、はいガンボルトとは異なる性能を持った新たな主人公アキュラをプレイアブルキャラクターとして追加、アキラをサポートする新歌姫ロロの追加など、うん、各所でパワーアップした仕上がりになってます、はい、全てのシリーズを通して魅力的な少年ヒーローやヒロインが織りなすストーリー、うん、そしてクオリティの高いドット絵で描かれるキャラクターや世界観も魅力です。また、歌姫による20曲以上の、はい、楽曲がゲームプレイを盛り上げます。はい、またアームドブルーガンボルト、アームドブルーガンボルトソーに登場していたアキラを単独主人公としたスピンアウトタイトル白き鋼鉄のイクスもシリーズを展開していますよ。そしてアームドブルーガンボルト、アームドブルーガンボルトソーに連なるシリーズの正当な続編アームドブルーガンボルトギブスが ついに登場します。新たな主人公キリンの繰り出す華麗かつ豪快なスラッシュアクション、シリーズの主人公ガンボルトのさらに爽快感の増した雷撃によるアクション、この2人のキャラクターを切り替えながらプレイする豪快な 2D アクションを体験できます。そのアームドブルーガンボルトがギブスがどういったものかなのかを紹介する PV を用意しましたのでそちらをご覧ください。どうぞ。セブンスという特殊な力に目覚めた人間セブンス能力者が生まれるようになった近未来、ガンボルトらの手によって多国籍能力者連合エデンとの抗争は終結した。しかしなおも戦いに身を置き続けたガンボルトはついにセブンスを超えたネクストフェーズへと覚醒してしまう。事態に気づいたのはスメラギと対をなす影の組織ウラヤクモであった。92式乱れやしゃくらきキリン、本作の主人公で世界でただ一人セブンスを封印するギブスの能力を持つウラヤクモ所属の戦巫女、尺状型の仕込み刀とセブンスを込めた護符を組み合わせて戦う。護符を貼り付けた敵に対して刹那の踏み込みから斬撃を叩き込む雷帝連鎖を駆使した一撃必殺の抜刀術で敵を切り伏せる。ほとばしアームドブルーガンボルト通称 GV、 本作のもう一人の主人公で千本の聖剣に封印された最強のセブンス能力者、かつて青き雷帝と呼ばれた永遠の少年はキリンと共に戦場を駆け抜ける。アームドブルーとギブスの力が合わさるとき新たな力がイマージュパルスを生み出す。モルフ、かつてガンボルトと共にいた少女の幻影、戦いに傷つき倒れたとき私の歌で抑え込む。彼女の歌声がガンボルトを覚醒させる。そしてキリンとガンボルトの前に現れる暴走した能力者たち。混迷の世を駆け抜ける二人のストライカーに求める夜明けは訪れるのか。アームドブルーガンボルトギブス、2022年7月28日発売予定。求めた明日もその先へ。パッケージ版は同日の2022年7月28日に発売予定。設定資料集サウンドトラックとアクリルキーホルダーが内包された限定版も同時発売。パッケージの通常版限定版の予約特典は書き下ろし A4 クリアファイル、店舗特典もチェックせよ。インティクリエイツ。さて恒例の紹介映像、そして恒例の親の顔コメントもいただきありがとうございます。そしてあの一貫さん要素です。そうですね今日の一貫さん要素、はい、
ということで増えてますね。おや？はい、本日は素敵なゲストにお越しいただきました。はい。あれ？そう？まいったな。俺っちそんなイケてる？はい、改めまして皆さんこんばんは。アームドブルーガンボルトギブスで、OG オブザデッドブラックバッジを演じました中野大志です。よろしくお願いします。お願いします。ビッグボス。それでもあの冒頭で女子力高い回だって聞いたんですけど、ねえ、いいよいいよね。いいよいいよ、女子会やろうじゃないか。もうすでに女子会を破綻してるんですよ。もう始まった。早速ね、そんな中野さんについて、いや伺っていきたいと思うんだけど、そうなの、はい、本当に初めてなんですね。はい、ちょっとどうした中野さん、どうした、心臓が、心臓がみたいな。え、やっぱ緊張されておりますか。かなり緊張を、はい、いたしております。あら、ちょっと簡単な自己紹介とかよければ、リスナーの皆さんにお願いしますよ。どうぞどうぞ。はい、自己紹介、うん、はい、アミュレートを所属しております中野大志と申します、ね。うん、大事だよ、大事、大事。はい、また今年、うん、あのまだ所属して2年目なので、まだ本当にまだまだ新人なんですけど、はい、あの一生懸命本日頑張りますので、よろしくお願いいたします。お願いします。あたたたね、一番可愛いって、一番可愛い真ん中の子。あら、あら、あら、は、なんでよ、は、レグチさん落ち着いて、あれ落ち着いて、そう、真ん中の女の子可愛いねって。 ありがとうございます。女の子です。ちょ、待って待って、あのね、何でも受け入れって言うわけとちゃうと思うけど、あ、でも中野さんは大阪ご出身。そうなんですよ。ということで今日はボケをいっぱい、ねえ、もう飛ばしてますよ、かましてます、すでに。ということなのね。嫌なことは嫌って言った方がいいですよ。あ、これ本当にね、うんうんうん、何でも許されたら今後の展開が大変なことになりますからね。なになに、どんどんいじってっていいってことなの。いいってことですかね。茨城、大阪、熊本、我々の出身地。よく分かってらっしゃる。そうなんですよね。そうなんですよ。誰一人として東京ではありません。そうなんです。東京からお送りしております。はい、はい。場所が何でもないです。さて、じゃあせっかくだしさ、はい、リスナーのみんなに中野くんの、はい、まずそもそもさ、うんうん、なんて呼ばれたい、あ、なんて呼ばれたい、確かに、ファンの皆さんから。私たちもさ、呼びやすいじゃん、うんうん、あだ名的な、めぐち、さっさ、さっさ、さっさ、ほら違うよ、名前呼ばないよ。喋らんと喋らんと中野。あ、じゃあさっさの流れで立ったで。はぁ、なんで本当に、あれ、あれ、大使から立ったでいいですか。さっさがいっぱい入ってるんじゃん。あ、さ、なるほど、そう、笹原だから、そう、笹原だからさっさ、立っただったらたたしになっちゃうから、たたしになっちゃうじゃん。ほら、もう立ったになっちゃうから。もう立ったな、立ったいいの、立ったで、いいならいいですけどね。もう立ったで、全然じゃあ立ったで。学生の時とかなんか呼ばれてなかった。確かに呼ばれてたことないんですか。そうですね、あの専門の頃は僕大使なので、うんうん、タイちゃんって。あ、それだよ、それそれ。タイちゃんよ。なんかちょっとありきたりかなってちょっと思ったり。立ったが立ったとかもうネタにされてますからね、本当にね。もうまだ修正ギリ聞くから。ギリ聞く。じゃあタイちゃんで、うん、そうですね、はい、じゃあ今日はめぐち、めぐち、サラダ、さっさ、タイちゃんで行きましょう。お願いします。はい、はい、いいですね、かわいらしい。そんなタイちゃんが演じられた BB こと、うん、ブラックバッジ、紹介していただけますでしょうか。はい、はい、では改めて、ブラックバッジについてご紹介させていただきます。うん、ブラックバッジ、この思念体を操る指令、まあ、いわゆるガイストと言われるものの能力者、うんうん、ポルターガイストのガイスト。あ、そうです、そういう資料ガイスト、うんうん、はい、そういう能力を持っておりまして、うん、この緑の翼で聖夜に舞い、かっこいい、少女の魂を刈り取る死神。少女の魂を刈り取る、ね、刈り取っちゃいますね、聖じゃない。ねえねえ、生きるもの多分聖者だ。あ、聖者ですかね、うん、あ、すいません、あのもう、もう本当にすぐバカが露見してます、すいません。もう、いやもういじってくよ、めぐちはもう。聖夜と聖者がかかってるんですよ、多分ここ。そうそうそう、あー、あー、なるほど。今日はふわふわしております。失礼いたしました。なぜならイッカンさんがいないから。失礼いたしました。大丈夫大丈夫、女子会だから今日は。まあ楽しく行こう。続きまして、はい、死後をもう多用しまくる
ムードメーカーでございまして、死後ムードメーカー、はい、調子のに乗りまくるところがたまに傷ではあるんですけども、うんうんうん、はい、明るくカラッとした性格ですが、うんうん、軽薄でナンパ者だと。ナンパ者、チャラい、チャラいよ、チャラいだ、はい、そして貧乏なためにこうバイトで何でも世のようなこともやっておりまして、さまざまな経歴を持っているようです。ガンボルトこういうことよ、ボスキャラがバイトでみたいな、どういうこと、ボスなのにバイトしてるっていう、お金がないの貧乏なんか、貧乏な敵キャラ、貧乏なんですかね、貧乏なボス、はい、まあ、そういったキャラクターになっております。なるほど、はい、うん、そしてですね、はい、そんなブラックバッジをご紹介する映像も、はい、ご用意いたしましたので、はい、そちらもご覧ください、どうぞ。お、世界初公開、そうですよ、いやすごいですね、おお、ジョーちゃん見てたぜ、借り取ります、借り取りますよ、もうワンコのお散歩なんてな、ワンコ、まぶい割にあんたも寂しい独り身か、独り身かどうかはいいでしょう、キャラ濃いぞ、はい、自分も独り身なんで、ここもおっと、確かにそれちゅうブラックバッチ、ブラックバッチの独り身なんで、そういうことね、今から俺と聖なる夜をしっあ、こうやってだからナンパモノでナンパして借り取ろうとしてるってわけじゃないで、キリンちゃんにこうねペッてされて、まあしらわれちゃいます、軽くあしらわれちゃいます、あんたもどうやって痛い言葉言うのか、ちょっとまあでもそこもある意味注目ポイントかなと、あーいい、それは確かに、だったら、だったらよ、あ、なんか逆切れしてます、あら、クリスマスになんかあったんでしょうね、ね、ちょうど雪降ってない、これクリスマスだからですか、クリスマスだから、わぁ、せいやですね、せいやですね、お会いしてくれます、うわ、突然ちょっと見えちゃうの、今日まだ流れる、おぉ、あれ、のぞくん、わ、かっこいい、いや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 、キャッサー言えてますけども、あ、コメント欄もクリスマスイルミネーションを使いして、ね、クリスマス終了の時ですね、今なんかライトアップされてますもんね、左右の機能、なんか嫌な思い出があるんですよね、なんか嫌なんですよね、多分ね、うわ、かっこいいじゃない、かっこいいじゃないですか、あ、カワー、そういうことか、いや、来るよ、飛ばして飛ばして、これが、だから繰り返しで、どうか跳ね返ることもできるんだ、許せねえ、かっこいい、あ、お、ん、あ、切れちまったぜ、来る、切れちゃったよ、うわ、見れない、うわ、見るセッション、見る準備してたでしょ、そうか、そういうことをするんですね、インティさん、切れちまったぜ、みんなが切れちまうぜ、見たくて、いや、しまいました、はい、今見た感じでも相当癖の強いキャラってことは分かった、面白い個性的なキャラですね、個性はもうバンバンに押し出してるすごい感じかと思います、ね、え、これアフレコの時さ、はい、結構叫ぶ系のキャラじゃなかった、なんかもう断るごとに、うん、大きい声出すのでまあなんかあーとかもう行くぜみたいな、もうバンバンもう、うん、もう周りのテンションにそぐわず、うん、ガン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 出しちゃうので、いや、そう、なんか掛け合いはもちろんあったんですよ、キリンちゃんも、うん、ありました、はい、初めてその声を聞きました、私もその、BB こんな感じだったんだって今思って、すごいなんか感動しました、やっと会えたんだなと思ってあ、こんな感じだなと思って、掛け合いどういう風になってるんだろうなって、私すごい面白いし、いっぱいあったんで、めっちゃ個人的にも気になりますね、ずっとね、面白い面白いって言ってくれてたもんね、うん、すごい面白いです、ありがとうございます、アフレコって皆さんで一斉にやるんじゃなくて、ゲームのアフレコってほんと一人だけで、うん、相手のセリフを想像して言わなきゃいけないので、はい、すごい、ね、そんな BB なんだけれども、はい、まあ、キャラクター性、まあ、ちょっと、まあ、みんなに見てもらえたけど、うんうん、なんか自分と似てるとことかある、はい、似てるところ、なんか結構その BB その死後とかによってなんかすごいもったいないなって僕はすごい演じて思ったんですね、後ろの写真この見ていただいたら分かるんですけど、これかなりちょべりぐじゃん、かなりイケメンじゃないですか、それは死後それは死後なんですよね、別にね、大阪のね、タイちゃんがそれをね、あ、映しちゃいましたか、ちょっとそっち、いや、突っ込めた話あ、そっち大丈夫、大丈夫、熊本が突っ込むよ、
よ。ありがとう。大丈夫、任せて。大阪通り越してるじゃんかよ。やっぱタイちゃんはゆるふわ女子だから。あ、そうだった。しょうがない。一番可愛いからね。しょうがない。ふわふわしてるから許してあげてほしい。何何何がそのチョデリグでもったいない BB だって。ね、そう、その死後のその多様だったりとか、そのなんか軽薄なところで、なんかもうせっかくのイケメンが台無しだなっていう部分、すごいちょっと僕を演じながら思ってたんですね。じゃあまあ共通点として、何でしょう、僕も何でしょう、こう見た目でまずなんか初め結構チャラいなって思われることがなんかちょっと多いみたいでして、そのもう話していただいたらもうゆるふわ女子ですよって違うわ違います、ゆるふわ女子ですよっていうこともあの話してもらったら分かるんですけど、まあそうなんかね、見た目でちょっとあのバーンってこう一体こう、ごめんね、あのそんなあのバーンとかに頼らない頼らないね、もう目立ちさんがもう指導に入ってるね。あれ、このままだとタイちゃんの第一印象がチョベリグの残念で終わってしまうから、チョベリグで残念なゆるふわ女子になっちゃいます。そう大丈夫、女子になっちゃいますよ、女子になっちゃう、そう大変なことになっちゃうから、はい、可愛いキャラになっちゃいますよ、大丈夫ですか。可愛いちょっとこの後取り戻していこう。そうですね、あの可愛いもしつつ、うん、いきますか、これも。分かった、じゃあ次のコーナーもう行くな。はい、はい、諦めちゃったね、別に。じゃあ、天の声さん、呼びましょうかね。あ、そうですね。はい、これまではゲームプレイでキャラクターの紹介してきたんだけれども、うん、BB もやっぱ見てみたいと思うんだよね、みんなね。見たいですね。見たいよね。津田さん。津田さん。はい。あ。そうですね。今日も実機でプレイをまた見ていってもらいたいと思います。うん、はい。ギブスでは、キリンとガンボルドの2人を切り替えてプレイするというのを紹介していましたけども、今日はこのあたりをもう少し詳しく紹介していきたいと思います。はい、はい、あ、もう画面出てますね。はい、じゃあ、そうですね、ガンボルドギブスではですね、状況に応じてキリンとガンボルドを切り替えて進めていく感じなんですけども、まあです、はい、今回のガンボルトなんですけども、はい、とても強いんですよ、もう自体が、はい、なのでですね、うん、まあ、無制限にずっとガンボルトで進めていくということは、うん、あのできません。ガンボルトとキリン、うん、そうですね、交代するために重要なものが、うん、画面のこの右上にあるですね、鎖のようなちょっと模様の入ったゲージがあるんです。このギブスゲージというのが、左上ですか。あ、左上、ごめんなさい、左上です。ちょっと今プレイもされながらだから、いろいろ忙しいです、ね、忙しいですね。ギブスゲージになります。はい、ギブスゲージ、ガンボルトの力の安定度を示したもので、これの値が 100% を超えてれば、うん、雷帝解放を行うことでガンボルト交代ができます。今108です。はい、ガンボルトを操作していると徐々に、ギブスゲージが減少していくので、まあ、うん、これがそうですね、溜まってれば溜まっているほど長く戦えるということになります。はい、なるほどです。そうですね、じゃあ、他カゲロウとか、そうですね、このゲージを使ってカゲロウとか、うんうん、そういうものを使っていきます。そして、うん、ギブスゲージがゼロになると強制的にキリンに戻ってしまいます。なるほど。はい、また、ギブスゲージがゼロにならなくても、2位で交代ができます。ほうほう、この、まあ、そうですね、その時にも、注意が必要ですね。ゼロになってしまうんで、はい、ギブスゲージは攻撃食らっても減らないのがいいですね。そうですね、今これカゲロウというシステムが入っているんですね。はい、それで、ギブスゲージはキリンで戦っている徐々に回復していくので、まあ、あの戦ったりとかするとこれでどんどん増えていくので、うん、攻撃すると、はい、深いところを見極めて雷帝解放を行うことが重要です。はい、じゃあガンボルトに、交代してみます。はい、よし、いくぞ。交代の瞬間もいけるんですね。はい、交代の、そうですね、ガンボルトはこれまでと同じようにダーツで敵をロックオンして、雷撃でこう敵を倒していく、ゲージが減ってくのは秒数なんですか、攻撃をやるとババーって減っちゃうんですか。あ、そうですね、あの攻撃をすると減って、あ、いろんなこと行動すると少しずつ減っていくような感じ。本当だ、ババーって減っちゃう。あとまたそうですね、このショットは、まあ、ショットで敵をロックオンするのはこれも従来と同じなんですけども、まあ、あの上下に打ち分けることも今回はできたりとか、すごっ、うん、しています。強っ、はい、なるほど、そうですね、
また雷撃をそうですね使っているときはこうホバリングですね、空中をこうゆっくりこう移動することによって、ね、まあ、あの遠いところに対してこう遠くにこう飛んでいけたりとか、ね、重力できます。まあ、他にも空中でジャンプとかもできたりとか結構すげー、すごい、はい、できます。あ、キリンに変わっちゃった。あ、時間が、そうか、そうパーセンテージがあるので、あのゼロになったら変わっちゃうんで、うん、すいません、今ゆっくりやりすぎて変わってしまいました。なるほど、分かりやすいです。はい、はい、じゃあちょっと進めて、はいはい、もう一回貯めてくださいということで、はい、この敵を倒して、あの止まってても少しずつ溜まっていくんですけども、うん、敵を倒すとより早く溜まっていく感じで、うん、はい、もう溜まり、そうですね、うん、この交代できるあれがいいですよね、なんかそこの交代するボイスめちゃくちゃ好きなんですよ。はい、あ、溜まったのでもう一回、はい、すいません、じゃあ、はい、ちょっと喋りながらちょっと画面が、はい、見れてません。そうですよね、はい、そうですね、ガンボルトの特徴、うんうん、そうですね、この攻撃をこうバリア、そうですね、このカゲロウで防いだりとか、そういうこともできたりとかしますし、うんうん、そうですね、今作のガンボルトの新たなアクションが、うん、ボルティックアーツというものがあるんですけども、うん、それをまあ使うことができるんですけども、うん、まあ、この中今回まあこの一つ、そうですね、ボルティックアクションを、はい、うん、はい、こういう感じで、残像だ、そうですね、残像のようにすごい、うわー、もうまあそうですね、こう強いんですけど、こういうの使うと意外と早くこうギブスゲージが減っちゃったりとか、もう交代しちゃう、はい、でまあボルティックアーツっていうのはまあこんな他にもいろいろあるので、また実際発売した時にプレイを、はい、なるほど、して見ていただけたらと思います。かっこいい、コメント欄もかっこいいで、かっこいい、はい、じゃあちょっと、やっぱ今、はい、今のかっこいいですね、電光石火、確かにっぽい、はい、うんうん、前回の放送でまた、新しくなったクードスについて説明をしましたけども、はい、うん、今回そうですね、はい、まだ気になっていることが変わったところがいろいろあると思うんですけど、うんうんうん、どんな感じでしょうかね。でもなんかさっきその今はないんですけど、うん、なんか敵に攻撃受けた時かな、あ、ここのなんかこの上の数字なんですか、マイナスになってるやつ、はい、クードスが減らないんですよね。はい、そうです、前回の放送でフードスロックという、おー、死んじゃう、死んじゃう、しばかれてる画面を今見たんです、危ない危ない、やばい、あ、戻った、あ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 、そうですね、まあ、こう今マイナス1になってるのが、はい、はい、そうですね、ギブスゲージでのクードスのシステムはリトマイマーカーに触れたりスペシャルスキルを使用してクードスが生産されないというのは前回の放送で説明しましたが、もう一つ新しくなったところとして、これまでのシリーズはダメージを受けたらクードスの値がいきなりゼロになってたんですよね。そうですよね、でゼロになるとまあゼロ大変なんで、が今回は何回ダメージ受けてもゼロにならないと、ゼロにはならない、ゼロにはならない、クードスっていうのはかっこよさのポイントなんですけども、うん、はい、ポイント、ダメージを受けるというのはかっこいいことではないんで、なるほど、ただペナルティっていうものはやっぱり入れていかないとちょっとゲームとして成立しないなということでですね、今回ダメージですからね、ペナルティがあってそれがクードスロックになってます。クードスロック、はい、これか、これが赤いのがクードスロックで、左上ですね、あ、なんか鍵マークもある、そうですね、鍵がかかって、あの後ろのクードスがたまらなくなってるのを表現してます、はい、なるほど、クードスロックのマイナスの数値は、ロックを解除するのに必要なポイントであって、クードスのポイント自体がマイナスされてるわけじゃないです。つまりこれ今マイナス1点、これを敵を倒して戻すと、また元のクードスに戻るということになってます。プラス1したらその後のクードスが溜まっていく、はい、なるほどね、なるほど、はい、またクードスロックの状態でさらに連続でダメージを受け続けても、うん、解除に必要なポイントは増えていかないという、うん、っていうことですよね、だからもうだからここでダメージ受けても1は1のままなんですね、まあ、はい、ちょっとまあちょっとだけペナルティーです、でまあそれでまた敵をこう倒すと戻った、はい、なるほど、はいはい、
うんうん、なるほどなるほど。そしてまあそのモルフォに歌い続けてもらうためには、うん、ちょっとすいません、そうですね、そうですね、クード数を1000まで貯めたら、貯めたらそうですね歌ってくれるってことですね。1000貯めたい。そうなんですよね、うん、曲がいいんですよね、ありがとうございます。そうですね、1000枚貯めるとまあモルフが歌ってくれるんですけども、うん、モルフの歌には今回制限時間があってですね。え、そうなんですか。ええ、それ初情報。え、はい、どこに時間制限がある、はい、はい、なのでモルフに歌い続けてもらうためにはクードスを稼ぎ続ける必要があります、うんうん、なるほど。現状アニマーはあの1000点、うん、2000点、3000点となるごとにまた、うん、あの歌う長さが伸びていくようになっています。あ、はい、そしてモルフの歌を維持し続けると、うん、特別な歌を歌ってくれます、はい、今回特別な歌、ええで、じゃあそういうことなのでちょっと一度、はい、試しに、はい、お願いします。お願いします。試してください。試してみますね。なるほどね。はい、すいません。はい、あ、はい、あ、お綺麗なキリンちゃんがこれ意外と大変なので、すいません、黙これから黙ります。あ、わかりました。わかりました。つなぎます、我々が、はい、頑張ってください。はい、いや、みんな歌聞きたいですからね今のところ、火のメモリア、火のメモリア、はい、がギリのメル、うん、聞いてますけれども、今日は何が流れるんでしょうね。まあ、火のメモリアですかね。いや、火のメモリアですよ。ですよね、うん。でもなんかその特別な歌を歌うってさっき言ってましたよね。確かに特別な歌って何ですか。何、特別ですもんね。そうなんですね。特別な歌って何だろう。あ、あ、あ、はい、はい、あれ、火のメモリアじゃない、じゃないんです。これコメント欄みんなわかります。この曲これは火のメモリアではない。はい、あ、ペインだ。そうなんです、あの追憶の心象、心切ると書いて追憶のペインと読むんですけど、懐かしいって今コメント欄めちゃくちゃ盛り上がっておりますね。なんとこちら初代ガンボルトの楽曲がなぜか今流れてるんです。どうして最新作なのに。そうなんです。なんで前作だもん。オーマイガー、オーマイガー、オーマイガー、なぜかとか、なぜだもん。はい、うん、なぜだろう。これは、うん、これは、これは、これはいいんでしょうか、読んじゃっていいんでしょうか。はい、あの、うん、ガンボルトギブスには、うん、今作の新曲だけでなく、うん、これまでのシリーズの歌も多数収録されるんです。すごい。あれ、ちょっと待って、あ、は、え、あれ、日の目もりや、ちょっと待って、クードスの色も変わって、え、日の目もりやになった。はい、この曲日の目もりやですけど、いつ変わりました。どういうことですか。4000、3000、どこで変わったんですか今。あの4000で、はい、なるほど、はい、あのレベル2の特別な歌になります。つまり1000で1曲目、はい、4000でレベル2の2曲目、別の曲になると、はい、でうわメドレーが聞けちゃう。はい、で先ほど言ったあのこのクードスの下に音符マークのついた白いバーが少しずつ短くなっていってるんですよ。あれ、あれ、これがですね、時間制限になっててですね。なるほど。え、もうないじゃないですか。もうやめ、もう終わる、あ、これがですね、あ、メルフ消えてしまった。こんな感じでモルフの歌が終わってしまいます。あ、オーマイガー。そしてですね、はい、まあ、モルフの歌、実はこの曲のさらに上のレベルに特別な歌があるんですけども、特別な歌、今日はまあここまで、え、ちょっと内容方です。あの過去の楽曲を聴ける、うん、で楽曲にレベル2っていうのが出てくる、うんうん、出てくる、つまり次の曲はレベル3ってことですか。そうですね。え、それは聞けないんですか。まあ、今日はここまで。聞きたい聞きたい。ちょっと実際にですね、見ていただきたいんですけども、はい、レベル3の歌ってですね、僕のレベルだとちょっとお見せするのが大変なんで、結構難しいんだ。いや、僕そんな上手くないんで。いやいやいや、クードス1000から4000にするのもすごかったね。さらにクードス貯めるってことですか。次何千なんだろう。まあ、なのでここでちょっと今
レベル3の流れる直前の映像を用意してますので、うん、ちょっとそちらを見ていただけたらと思います。聞ける？1500。結構だ、ね、これレベル2ね。まだ踏み入れる。ここあ、ここだ。7000だ、7000だ、7000だ。え、これは知っていいんですか？え、私聞いたことない曲だ。はい、これは初公開。はい、こちらがその特別なレベル3のモルフの曲になります。あらら、え、あ、もうなりますとかで、流してないですか？なります。はい、あ、みんな奇跡って書いてる。奇跡って書いてる。はい、この曲を聴くのはかなり頑張ってもらわないと大変なんですけども、7000以上だって、7000、クルドス7000以上、頑張ってください。はい、何ですか今の曲。ということなんだけど、はい、今のだけじゃなくて、ちょっともうちょっとじっくり聴いてもらいたい感ある。聞きたいですよ。聞きたいですよ、そりゃできることならば。いいです、できるんですか？いいんですか、そんな。ということで、なんと今日はそのレベル3の歌をお披露目しちゃいたいと思うので、みんな聞きたい。いや、聞きたいよね。なんかさっきその聞きたい、奇跡って書いて絶対別の読み方するって言ってる人がいましたよね。勘が鋭いですね。さすがです。聞きたい、ほら聞きたい、聞きたいよ。心傷でペイン、ね、お高いんでしょ。はい、お高いんでしょ。そう思うじゃないですか。今日公開しちゃいます。わ、それではお聞きください。モルフォで奇跡と書いてマーカーです。どうぞ。これが最後、誰が決めた終わりなんて自分次第。突き刺す己の弱点も見ずに、この先強い自分になれるだなんて思うなら、失う気配がささやく現実。時を来るくらいなら覚悟を持て。想像ごまかさないで、気づいてきた確かな奇跡、芽吹いたその後を一歩ずつ未来へ進める。世界終わる時が来て、僕は一つだから。子供の子供の、はい、というわけで、なんと MV 歌っていただきました。おいやー、すごい、2曲目ですよ。 MV ギブスで2曲目ということで、すごい、ありがとうございます。なんか今回の曲は特になんかこう、めぐちさんのビブラートが映える曲ですね。ありがとう。なんか本当書いてありましたけど、コメントにも聖火みたい、かっこいいみたいな。いや、それ見て、コメント見て鳥肌が立ちました。ね、実はこの曲ってモルフォが賛美歌のように聖堂で歌うイメージで曲も MV を作らせていただいてて、伝わるものですよ。壮大でしたね。歌詞も結構なんかね、うん、意味ありげなというか、意味が重いような感じでしたけども、そうなの、
この前のあの火のメモリアの YouTube にもアップさせていただいているコメント欄も歌詞の考察をみんなものすごくしてくださって、でしかも世界中のみんながしてくれてきて、よく翻訳機能で見させてもらってるんだけど、 Thank you, thank you, コメント、 Thank you, メッセージ、 YouTube, thank you, thank you ということで、今日はせっかく MV もさ見てもらったからさ、はい、オフショット見ながらちょっとぜひそう撮影時のエピソードをねしていこうと思うので、じゃあ早速オフショットいけますでしょうか、お願いします。はい、こちらかっこいいライティング、はい、待ってますね、ちょっとちょっとタイちゃんちょっとありがとうございます。顔はいなくなるまででも。ありがとうございます。そう、え、なんですかこの写真、めちゃくちゃ漏れてるじゃないですか。ありがとうございます。知らなかったかのごとく、いや本当に全部漏れてますよ多分。本当にかっこいい。素敵なライティングありがとうございます。もう、ね、ドヤっておりますこちら。ドヤですよ。はい、じゃあ次のドヤお願いします。めぐちさんですよ。次のドヤです。ネクストドヤ、ネクストドヤで。ネクストドヤ。はい。ネクストドヤは。いや、美しい。ドヤってましたよかったよかった。ドヤってる。これね。美しい。カメラマンさんがカメラをこうさ、持ってくださってるじゃない。うん、これね、ずっと一曲、私の周りをくる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 回ってて。すごい。だから一曲さ、まあ、4、5分と思うとさ、ずっと動いて重いカメラを持って動いてくださってるから、終わった後倒れ込んでたもん。うわそうなの、もう、だからすごい様々なアングルで今回の MV もね、ぜひ楽しんでいただきたいところ。ねえ、もう全員の力が合わさって出来上がった MV ですね。本当そうなの、ありがたいんです。え、でも、うん、すごい、さっきの MV ってことですよね。なんか全然ブレとか何にもない、本当すごいですね。そうなの。じゃあ続いてもお願いします。どうやってる、ネクストドヤ、どうやどうやってますでしょうか全然私初見なんですよ、写真見るの。あ、そうなんですか。そうそう、なんか、あ、そうなんだ。あ、おお、もうどうやってる雰囲気が、ありがとう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 、はい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 、ちょうどほらカメラマンさんこう回ってくださってるとこだね。そういうことか。そうそう、周りを。そうなのよ。タイちゃん大丈夫よ、あのタイちゃんの下にめっちゃ出るようになったから大丈夫やね。ほらほら、ここにここに出てる、出てる、ね、そうなの。綺麗。もうライトの具合も。これはあれですか、なんかモヤモヤするやつ出てるんですか。スモークを焚いていただくことによってこのライトがより映えるというか。ね、映えてますね。そうそうそう。いい感じ、めっちゃ。そうなんです。じゃあ次の写真もお願いします。うんうん、ネクストドヤ。ネクストドヤ。これね。見て、なんか発見しないこれ。何なんか、あ、なんか飛ん。そう。出ますよね。刺す体。なんか、あ、こ、こ、こ。そう、これ。これだ。ドローンです。ドローン、そう、今回室内で全部撮影だったんだけど、ドローンを使ってさまざまなアングルで撮っていただいて、室内でドローン、そうなの、最新です、ね、もう未来よ、これが令和令和のモルフ全然違う。へー、うん、やっぱ一作目やっぱ平成から始まってるから歴史あるよ、うん、そうですよね。年号が変わってますから。MV でも歴史を感じられるという。そういうこと。じゃあ次もお願いします。はい、わあ、かわいい。めっちゃなんかことごとく避ける方がさ、あれ、なんか同じ角度になってない？私と。ほら、笑ってさ、ほら。そうそうそう。あれ、モルフォじゃない？3人でツーショット。じゃあスリーショット。スリーショット。いや本当に。やっぱ実は乙女だったんですかね。乙女だったんだな。実は大ちゃんはな。そう、これね、あのちょっとこれもドヤってるんですよ。すごい、でもオフショット感あって可愛い。嬉しい。めちゃくちゃ可愛い。これ2階のテラスっぽいところからなんだけど、ちょうどあのカメラ撮ってくださってるスタッフさんが向けてくださってたから、うんうんうん、ウェーイ撮ってくださいっていう。素のめぐちさんですね。あ、もうめぐちです。めぐちさんが出てる。え、お姫様感出てるんで嬉しい。かわいいですよ、めぐちさんは。じゃあ次、ドヤ、ドヤテラスどうぞ。ドヤテラスあれ、これはモルフォ、はい、これはモ
ルフォ、はい、これはどやってますね。これはだいぶどやってますね。そう、実はこのテラスシーンはちょっとこのガンボルト情報局を見てくれたみんなだけに話すと、あの実はリップシンクをね前編でやってるんだけど、うん、その歌ってるように見えるために、うんうん、このテラスだけは実はリップシンクをやってなくてイメージショットっていう形で、なるほど、そう撮らせてもらってるから口が動いてないっていう、あ、目口テラスのシーンだな、どうやってるんだなって思いながら MV 見てもらえると楽しめるかなっていうところで、じゃあラスト、どやラスト、どやどや姫って言われてますよ、ね、あどや姫どや姫これはどや姫、あ一番出てますね、やっぱりラストにふさわしい一番どや姫です。これこのめっちゃ可愛い撮影してる空間にこのバーカウンターみたいなのがあって、バーカウンター、そうそうそう、じゃせっかくなんで撮ってくださいみたいな感じになって、もうなんかカメラをレンズまで変えさせようって、すごいなんかあちらのお客様からですで振り向いたらこの顔されてる時の顔です、そうですそうです私からですけどみたいな、そうなんです、目してますけども、なのにサイバーディーバっていう本当いろんな世界線が交差してる、ちょっとこのここだけで楽しむ写真っていう感じになってます。いやいいオフショット、ありがとうございます。どうよタイちゃん、え、なんか真似してるずっと。あ、もうなんでお前がモルフォになっとるんじゃ、かわいいんじゃ。狙ってるな。全開でいきます。なるほどね。そっちに行くのか。行くのか。タイちゃんそっちに行くのか。ちゃんがついてますので。まあ確かにね、もうちゃんだもんな。いいよな。はい、そういうこともある。かわいいタイちゃんには負けてしまうかもしれないんだけど。先ほど見ていただいた奇跡と書いて、うん、マーカーですね。みんな覚えるためにちょっとコメント打って、カタカナでマーカー。マーカーですよ。はい、こちらのミュージックビデオは YouTube とニコニコ動画のインディクリエイツ公式チャンネルで明日、うん、明日公開しますので、ぜひ何度でも見てください。お願いします。マーカーありがとう、みんな。マーカー。はい、というところで、そろそろ番組も終わりの時間が迫ってきましたので、ここから告知関係まとめてお届けします。はい、まずはシリーズ1作目、アームドブルーガンボルト、そしてシリーズ2作目、アームドブルーガンボルト、ソーは各種プラットフォームにて現在好評発売中です。ガンボルトとガンボルト、ソーのシリーズ2作がセットになったストライカーパックもありますので、こちらもよろしくお願いします。お願いします。タイちゃんだよ。すいません。そしてシリーズ最新作アームドブルーガンボルトギブスは、うん、任天堂スイッチにて、2022年7月28日の発売を予定しております、うん、はい、価格はダウンロード版が3980円、うん、パッケージ版は、通常版が5280円、限定版が9980円となっております、うん、はい、はい、続きまして、はい、限定版には、うん、書き下ろし限定版ボックスに、アームドブルーガンボルトギブスフルカラー設定資料集、うん、そして、アームドブルーガンボルトギブスサウンドトラック CD、うん、そしてさらに、うん、ワンボルトアクリルキーホルダーのじゃーん、こちらですね、かわいい、こちら、はい、3つのアイテムが同封されております。はい、そして予約特典ですが、予約特典はオフィシャルイラストレーターである畠山義隆さんの書き下ろしイラストを使用した A4 クリアファイルになります。こちらは実店舗ネット通販に関わらず、通常版限定版のどちらでもパッケージ版を予約していただいたすべての方にお付けします。パッケージ版の予約はもう受付すでに始まっておりますので、うん、忘れずに予約して確実にゲットしてください。はい、続いては各販売店さんの店舗特典の紹介です。まずはアマゾンさん、うん、書き下ろしイラストを使用した A4 クリアファイルです。はい、はい、さらにアマゾン限定セットには書き下ろし A4 クリアファイルに加えて、うん、書き下ろしイラストを使用したキャラファインボードのセットになります、うん、そしてアミアミさん、書き下ろしイラストを使用した A2 クリアポスターです。そしてゲーマーズさん、書き下ろしイラストを使用した B2 タペストリー、さらにゲーマーズ限定版には書き下ろしイラストを使用した B2 タペストリーに加えてアクリルクロック、そしてフルグラフィック T シャツのセットになります。そしてフルグラフィック T シャツがじゃーん、じゃーん、あー、かわいい、かわいい、ちょっと待ってください。この間の電撃さんの放送でアイズさんがフルグラ T シャツ欲しいですねって言ってたら早速出てる。めっちゃかっこいい。楽屋で話してたんじゃん。
本来がそういうことですね。ついにしかもなんか裏もねキリンちゃんのプリントがプリントされてて最高かよ。めっちゃいいですよ。発色も発色が良い。それなすごい良いです。最高です。ぜひ実物皆さん見てみてください。はい、うん、はい、かな。はい、続いてソフマップさん、トレーダーさん、ワンダーグーさんはそれぞれ書き下ろしイラストを使用した B2 タペストリーです、うん、そしてワンダーグーオリジナル限定セットには書き下ろしイラストを使用した B2 タペストリーに加えてアクリルスタンド A5 サイズ、アクリルフィギュア3種、キリン、ガンボルト、モルフォのセットになります。はいはい、続いてはオフィシャルイラストを使用した特典の紹介になります。ゲオさんは少々お待ちください。はい、画像がね、画像を読み込んでいやー、うん、かわいい。なんか時々見せようとすると肌色が多めでキャッてキャッてなっちゃいますね。あ、来ましたね、うん、はい、ワンダーグーさん限定のセットでフィギュア3種です ね、こちらがね。あ、そうそう、これね、やっと見せられるんですよ、うん、今日こっちじゃない、こっちだわ。はい、いやー、すごい。いやこれ置いとくと映えるよね。3人とも置きたいです。うモルフォも3作目でアップデートされてる感がね、ありますね。素敵。なんかやっぱ羽のグラフィックとか色合いとかめっちゃいいですね。この羽感がやっぱりこの美しいギブス感出てるよね、うん、なんかまたこれは新しい、みんな新たなガンボルトの装いもだいぶかっこいいですね。これはそうなのよ、映え映えなんだよね。映え映えですわ。映え映えです、うん、すごい。海外の方のコメントもありがとうございます。ありがとうございます。はい、では続いて参りましょう。はい、オフィシャルイラストを使用した特典の紹介ですね、うん、はい、ゲオさん、ギブスのキービジュアルを使用した A4 クリアファイル、うん、楽天ブックスさんは丸型缶バッジ2種、ネオウィングさんは丸型缶バッジになります。はい、続いて出ますでしょうか、うん、はい、はい、ヨドバシカメラさん、ジョーシンさん、うん、山田電機さん、古本市場さん、ブックスクエアさんは、ゲーム内のイラストを使用した A4 クリアファイルです。はい、今紹介してきた各店舗さんの特典は公式サイトでも確認できますのでじっくり検討してみてください。はい、今日の山田電機さんですね。はい、で次ビッグニュース、タイちゃん行こうか、はい、いやそして今日はもう一つ、アームドブルーガンボルトギブスはですね、はい、韓国、香港、台湾などアジア地域でも7月28日の発売を予定しているのですが、はい、なんとそちらにも予約特典をつけていただけることになりました。おーまいがー、届く届く、はい、みんなの元に届きます。予約特典は、先ほど紹介しました、A4 クリアファイルですねに加えて、アジア地域の特典のために畠山義隆さんが新たに書き下ろしたイラストを使用した A4 クリアファイルを追加でお付けいたします。韓国、香港、台湾などのアジア地域の皆さん、アジア限定ですってよ。ぜひ日本でも手に入るっちゃ入るルートもあるらしいんですけど、いやこれは嬉しいね、はい、いやぜひぜひご検討をよろしくお願いいたします。お願いします、はい、続いては X シリーズのお知らせです。アームドブルーガンボルト、アームドブルーガンボルト層に登場していたアキラを単独主人公としたスピンアウトタイトル、白き鋼鉄の X The Out of ガンボルト、白き鋼鉄の X2 のシリーズ2作が現在好評販売中です。そして様々なコラボキャラクターと戦うことができる X2 のダウンロードコンテンツ DLC 来訪ボスは現在第5弾まで配信中ですよ。第5弾、来訪ボスキリンではギブスの本編より一足早くキリンちゃんと戦うことができます、会うことができます。ぜひ挑戦してください。はい、続きまして、うん、ロロクッションの、再販のお知らせです。ロロクッション、あーら、かわいい、ますか、ね、こちら、あーかわいい、はい、前回の放送でもお伝えしたんですが、ロロクッションを受注生産で販売を行います、うん、今回受注生産の、販売を行うのは、うん、これまでに販売していた、ロロクッションモードディーバ、うん、ロロクッションモードダークネス、うん、ロロクッションモードアウェイクニングに、うん、新たに、ロロクッションモードヒーリングを加えた全4種類になります。はい、種類です。
はい、受注はインティクリエイツの直販サイトインティダイレクト限定で現在お申し込みを受付中です。価格はいずれの種類でも一つにつき送料込みで4980円になります。原材料費の高騰、運賃の上昇などによりまして以前より少しお高くなってしまいましたが、あらかじめご了承ください。はい、生産には1ヶ月ほどかかりますので、発送は6月下旬の予定になります。なお、発送は日本国内に限りますので、そちらもご了承ください。ジャパニーズオンリーソーリーソーリーソーリー but チームワークジャパニーズフレンドバイうんオーケーオーケープレゼントプレゼントオーケーオーケー。受注生産ですので期間内にお申し込みいただければ、どなたでも購入できるんですが、お申し込み期間は5月13日金曜日、12時までとなっておりますので、もうすぐ明後日だ。もうすぐなので、ロロクッションの再販を待ち焦がれていた方はこの機会に確実にゲットしてください。はい、お願いします。続いて店舗特典でもおなじみゲーマーズさんからのお知らせです。ゲーマーズさんの YouTube チャンネルゲマチャンネルにてアームドブルーガンボルトギブスの応援企画としてアームドブルーガンボルトとアームドブルーガンボルトソーのシリーズ2作品を2日にわたって取り上げていただけることになりました。ありがとうございます。はい、配信日時ですが5月13日の金曜日19時からは、アームドブルーガンボルト、翌5月14日土曜13時からはアームドブルーガンボルトソー、クリアまでプレイするとのことですね。すごい。コメントでアドバイスしたりさ、応援みんなよろしくね。じゃあやったことない方もそうそうそうストーリーを知ることができるチャンネルでね、この配信の番組と連動したプレゼントキャンペーン実施します。なんと、はい、ゲーマーズさんの実店舗オンラインショップにてアームドブルーガンボルトギブスをご予約いただき、2つの配信番組内のそれぞれで発表される2つのキーワードお答えいただいた方の中から抽選で3名様に私サイバーディーバーモルフォ役の桜川メグ直筆サイン入り任天堂スイッチ版アームドブルーガンボルトストライカーパックプレゼントしちゃいます。すごい。はい、いやー本当ゲームのあのソフトにサインとかって本当にレアなんで、ぜひゲットしてください。配信番組の情報やプレゼントキャンペーンの詳細につきましてはゲーマーズさんの特設サイトをご確認ください。お願いします。はい、お願いします。続きまして、最後は、店頭体験会のお知らせです。体験会、はい、ギブスでも販売店様のご協力のもと、店頭体験会を実施いたします。現状では5月28日の土曜日には秋葉原のトレーダー2号店さん、続きまして6月25日の土曜日には大阪のゲーマーズ難波店さんでの開催が決定しております。ありがとうございます。ありがとうございます。また関東圏においては6月と7月にも体験会を実施できるよう調整中。すごい。まだ機会が増える可能性がありますので、続報をお待ちください。はい、そして、試遊してくださった方には、なんと3種類の缶バッジからお好きなものを1つプレゼントいたします。なんだって、本当に意味が分かんないです。体験させていただくだけでもさ、このリスナーとしてはありがたい、プレイヤーとしてはありがたいの、お土産でこれがもらえるのすごくないかい。ありがとうございます。詳細は、あ、すみません、はい、詳細はガンボルトギブス公式サイトやツイッターにてお知らせいたしますので、ぜひよろしくお願いいたします。じゃあお知らせつながりで我々のお知らせもさせてもらっちゃおうかね。ダダンタ、はい、チーメグはちょっともたもたしてるから、じゃあタイちゃん、はい、行く。私と少ないんですけども、はい、ツイッターとインスタグラムをやっておりますので、はい、これ書いてある、鳥が、あの、この鳥、何なんでしょう、あの、よかった、こっち側の人間だったわ、よかった、僕が指示のもと書いたんですけども、あの、この鳥は安心しました。セブンスの影響なの、これが、ありがとう、ありがとう、ありがとう、コメント欄がみんな、鳥、おまえがね、よかった、はい、仲間でしたわ、仲間大使さんで検索すれば出ると、はい、ぜひ、ありました、ね、よろしくお願いします、ありがとうございます、伸びしろしかない、はい、
じゃあさっさもじゃあ私もツイッターからじゃあ行くか。はい、はい、私の方が鳥っぽいと思います。また太ったなっま、またぼちゃったな、ちょっとな、ツイッターやっております、ぜひお願いします。うん、なんかちょっと美味しそうじゃないですか。うん、そうなんだよな、大ちゃんの見た後だとだいぶいいと思いますね。そうかな、美味しそうなね、この世にある饅頭みたいなどんぐりかなって、ね、あとは、はい、5月29日の日曜日、うん、日曜日はオフレコという、うん、大阪であるイベントが開催されます。もう今日のね20時からチケット実は販売なので、もう販売されていますので、ぜひぜひチェックしてみてください。はい、お願いします。はい、チーメグも各種 SNS やらせていただいてます。それから今月5月21日、うん、富士急ハイランドコニファーフォレストでのライブも一般発売のチケットありますんで、迷ってる方ぜひ来てください。もう腕がパンパンです、毎日というところで以上各種お知らせでした。さて、はい、ガンボルト情報局、はい、終わりの時間が近づいてきましたが、はい、たいちゃんどうだった、初生放送。そうですよ、いやもうでも本当に緊張してたんですけど、 もうお二人がもう温かくお迎えいただいたので、もうよかったー、とても楽しく、そうだけどコメント欄が熱いんだよね。コメント欄にとてもはい助けられました。たいちゃんなんか言ってみたいなね、うん、アイドルかのようなたいちゃん見てみたいな、なんで一番可愛いっていう風になって、なんで悔しいんだけど、ありがとう、せーのった最後にありがとう、おかしいなスタンド、そういう感じなのね、スタンドアリーナ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 スタンド、あどこだ、見えてるよ、あれ嘘、見えてるすごいな。そんなわけで、はい、おここでなんと忘れてましたね、今日のキリン大喜利一番絞り一番絞り、そうそう、一貫さんいないのにやるのですか。そう、なんかね、スタッフさんがハッシュタグ、はい、キリン大喜利でチェックしたら、うん、めっちゃ投稿あって68みんなどこに力入れてるんだよ。いやこれはやらないとっていうことなんで来てます。じゃあ改めてキリンさん、はい、ちょっとお願いします。キリンを下ろしていきましょう。来たわ、ではお願いします。321どうぞ。家の鍵閉めたっけ。はい、はい、ありがとうございました。キリンさんでした。キリンさんありがとうございました。はい、閉めてます、多分スンとしてるのに、そういう時はだいたい閉めてます。なるほどね、ありがとうございます。すごいわかる、はい、すごいわかる。じゃあ次回、でもなんかやっぱ、うん、ポツッと一言言ってるのがいいですよね。なんかそうなんだよ、なんかこの顔でボソッと言ってるのがいいですね。確かに、こんで本編やってキリンちゃんのパーソナルな部分早く知りたいもんな。いや本当ですよ、こんなこと言わないですからね、再三言いますけど。わかんないよ、わかんないんで、やっぱりもう予約よ、みんな今すぐ予約よ恥ずかしい、こんなこと言ってるのキリンちゃんに怒られちゃう。じゃあ次回のお知らせいくで、はい、次回の放送は5月18日の水曜日21時からです、うん、ゲストいらっしゃいます、神読む役の縁シタンさんお迎えしてお送りします。お願いします。はい、やった。そう、来週なんですよ、2週間後じゃなくて。そっか、そう、来週なんです。皆さんお気をつけて、お気をつけください、ちゃんと集まってください。そう、間違ってない、間違ってない、うん、間違わないように皆さん、はい、ちゃんと集まってくださいね、来週ですよ。ぜひあのそれまでにあの MV の感想とかもねぜひいただけたらと思うんで、みんなよろしくお願いしますね。さっさじゃあ来週もよろしくね。あ、お願いします、うん、大ちゃん、うん、また遊びに来てよ。あのぜひぜひ、うん、行かせていただきます。ありがとうございました。はい、ってなところで、皆さんまた次回の放送でお会いしましょう、うん、バイバイ、アスタラビスター。